アダム・ティモシー・フレイジャーは、アメリカ合衆国ジョージア州アセンズ出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称はフレーズ。ピッツバーグ・パイレーツ時代2013年の、MLB ドラフト6巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名されプロ入り。この年は、参加の A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズで、プロデビュー。 58試合に出場して打率、321、27打点、5盗塁を記録した。2014年は、A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、121試合に出場して打率、252、1本塁打、42打点、14盗塁を記録した。2015年は、A 級アルトゥーナカーブでプレーし、103試合に出場して打率。 324、日本類が30打点、11盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。さらに11月に開催された第1回、WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では、計8試合に出場して31打数11、アンダで打率35、355、 5打点の活躍でベストナインにも選ばれた。2016年は開幕を AAA 級インディアナポリスインディアンスで迎え、メジャー初昇格までに68試合に出場して打率333、22打点、17盗塁を記録した。6月24日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のロサンゼルスドジャース戦で途中出場してメジャーデビューを果たし、6回裏に JP ハウエルから初安打を放った。この年メジャーでは66試合に出場して打率。301、日本類が11打点、4盗塁を記録した。守備では内外野の各ポジションをこなすユーティリティプレイヤーとして起用された。 2017年8月28日に故障者リスト入りしたが121試合に出場した。2018年は113試合に出場し、打率277で10本塁打を記録し、35打点だった。2019年は152試合に出場し、打率278出塁率336超打率。 417で10本塁打を放ち、50打点を叩き出した。守備率、989は、ナショナルリーグの2類種の中で2位だった。シーズン後、初めて、ゴールドグラブ城にノミネートされた。2021年7月1日に、自身初となるファン投票で、オールスターゲームに選出された。オールスターゲーム前日の7月12日に、9番、2類種、 で、先発出場することが発表された。7月13日に開催された、オールスターゲームでは3回裏に、オールスターゲーム初打席に立って、レンジャーズのカイル・ギブソンと対決し、オールスターゲーム初安打を記録した。2021年7月26日に、ゥクピータ・タマルカーノ、ジャック・スウィンスキー、ミッチェル・ミリアーノとのトレードで、金銭1 4 0万ドルと共にサンディエゴ・パドレスへ、 移籍した。ありがとうございます。